ただいまご紹介に預かりました東京大学工学系研究科野崎でございます。本日はここにお示ししますように分子を作る科学と私というタイトルでお話しさせていただきます。最初に国際女性デーに際してということで、まず多様性に関する私の考えをお話しさせてください。本日は女性デーということもあり男女にフォーカスしてお話しいただきましたが、家庭責任、子育て、介護などを背負ってられる男性もいらっしゃるでしょう。また女性でも子どもがいなくて、だけれども女性だということで苦労してられる方もいらっしゃるはずです。国籍が違うということでご苦労されている方もいらっしゃるでしょう。もうちょっと言うと、例えばお酒が飲める飲めない、私はたしなむ方なんですけれども、それが飲めないせいで苦労してられる方もいるかもしれない。いろんな形での多様性というものがあって、でそれがキャリアを積む上でのもし、難しい困難を引き起こすとしたら、それはおそらく私たちに求められているのは双方の事情を思いやる余裕ではないでしょうか。本日ですね、国際女性デーに寄せてということで講演を始めるにあたり、皆さんが少しだけ余裕を持って、周りの方に思いやりを持って、研究生活、教育生活、社会生活を送っていければいいなということをメッセージとして伝えさせていただきたいと思います。ご紹介いただきましたロレアルユネスコ女性科学者賞ということについて少しだけ補足説明いたします。ここにお示ししているのが本年度の5人の受賞者でございます。でこの賞は、ロレアル株式会社とそれから、国際連合教育科学文化機関ユネスコですね、世界遺産なんかを登録しているユネスコと共同プロジェクトで、1998年に始まりました。顕著な業績を挙げた女性科学者を表彰するというもので、生命科学と物質科学、いわゆる自然科学の領域、日本でいうと理系ですね、の分野で、毎年交互に生命物質、生命物質というふうに選ばれます。世界5地域から1名ずつ選出ということで、アフリカ、中東、アジア、太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカとカリブ海地域、北アメリカということで、私は2021年度アジア太平洋地区物質科学の分野でご選出いただきました。先ほどご紹介ありましたように過去5名ノーベル賞を受賞されており、日本からの過去の受賞者は、岡崎恒子先生、米沢文子先生、小林明子先生、黒田玲子先生、稲葉佳代先生、河合真紀先生というそうそうたるメンバーが過去にご受賞になっておられます。受賞の理由としては、合成科学への先駆的革新的貢献ということで、受賞をさせていただくことが決まりました。で本日のこの科学を作る科学と私ということなんですが、合成科学というのはすなわち分子を作ることです。でこの分子を作るということについてもう少し専門的に申し上げると、私の専門は分子触媒を設計し、それを基盤として有機合成、高分子合成を行うということです。で内容はこの後追って説明していきますので、現段階では何かわからないことを言ってるなというご理解で十分なんですけれども、3点、無駄なエネルギーを使わないとか、無駄な廃棄物を出さないような分子の作り方を開発した。それから、省資源を可能にする材料作りに取り組んでます。で、さらに、再生可能な資源を利用できる、そういった科学を構築したいと思って日々研究に励んでいます。で、これらの業績についてご説明した後、それらを通じて私の伝えたいこと、科学の魅力、これは世界を変える物質を作ることができる、これは本当に科学者になってよかったなって心から思うところなんですけれども、この科学の魅力についてこの講演を
通じてお伝えしたいと思います。それから、実験科学、この科学は乃木編ですが、実験に基づいたサイエンスの魅力、実験をすれば確かめられます。何が確かめられるか、そこには絶対的な実験結果という真実があります。これがどれだけ魅力的なことかについてお話ししたいと思っています。研究者になって何が良かったか、さまざまな形で、楽しいことがあります。特に、世界で初めてその絶対的な真実に出会うことができる、これは本当に科学者になって研究者になって良かったなと思うところです。以下順を追ってご説明いたします。最初は、この1番からです。無駄なエネルギーを使わない分子の作り方の開発ということで、触媒開発のお話をします。私が助手になって初めて取り組んだのがこの不正ヒドロフォルミル化という反応です。緑色のユニットと赤いユニットと青いユニットを結びつけて一つの分子を構築する反応です。このための触媒を開発しました。触媒がないと、例えばこれを混ぜて、混ぜただけでは何も起こらないですし、他の触媒を使うと、例えばこの青いのと緑だけがくっついて赤いユニットが入れなかったりします。で、触媒の役割はまず緑のユニットを捕まえて、でそこに赤いユニットを押し込んで、最後に青いユニットで切るというような、順番にそれぞれの、分子をそれぞれの分子を反応しやすい形にして、でくっつけていくという役割です。ここに示しているのが私たちが開発した触媒です。特に、この分子の場合には、この炭素ですね、この炭素が4つ違うものが炭素原子に結合していますので、鏡に映したもの同士が重なり合わない共造異性体というのが存在します。で、私たちはその共造異性体を片方だけをかつ効率よく作ってくることができた。できたものは非ステロイド系の抗炎症剤、抗生物質、アミノ酸成分解性のポリマーなどを作る上での中間体となりますので、いろいろな形で、この反応が活躍する場があるということです。これは助手になってすぐに当時京都大学教授でいらっしゃった高谷先生との共同研究で行いました。惜しくも高谷先生は私が助手になって4年目で、若くしてご逝去されましたけれども、今から思うと私を助手として、今の助教ですね、助手として採用するというのは非常に勇気のいることだったんではないかなと思います。先生、私博士時代の研究内容も少しそのこの研究とは違いましたし、隣の研究室だったんですけれども、採用いただいた時におっしゃっていたのは、あなたの元気を見込んで採用しますと。サイエンスでも能力でも何でもなく、とにかくあなた元気だから一緒にやりたいと思いますって言って採用してくださいました。本当に勇気ある決断をしてくださったなと、今になっても、感謝の気持ちでいっぱいです。で、それなりにその研究成果も出始めた頃、イベントが起こりまして、長男が生まれました。で、それまでですね、24時間自分のものでしたし、夜11時12時まで研究室にいるのも普通な生活をしていたところで、この人が生まれたところで生活が一変しまして、まず私妊娠期間はすごい順調だったので産前休暇結局取らなかったんですけど、それで夜中に病院行って生まれて、朝先生に「ちょっと生まれたんでしばらく休みます」って電話したんですけど、その後ですね、家に帰って昼夜問わずこう泣き続けている彼と二人きりの部屋というのが一生の中で一番辛かったですね。世の中のお母さん方皆さん経験されてるんですけれども、私にとってはそれが一番辛かったです。なんで泣いてるのか理由を言えっていう感じでした。で、
そんな時ですね、本当に一緒に状況を助手をやってられた先生とか周りの学生さんとか皆さんに本当に支えてもらいました。ありがとうございました。心からお礼申し上げたいと思います。で、この泣いてる赤ちゃんと二人きりでうちにいる時にうちに持って帰ってきたアカウントアーティクルがあって、いろんな人が自分の研究を簡単にまとめた雑誌なんですけれども、でそれをこうパラパラめくってる中であれって思ったことがあって、でここにあるこのヒドロフルミルカ反応というのは3つのユニットをつなぐ反応だったんですけれども、こういう反応がその雑誌に載っていました。それは緑と赤のユニットだけで青はないんですね。でこの緑と赤のユニットだけを混ぜると緑赤これ両括弧 N っていうのは両端がつながっているという意味なんですが、緑赤と交互につながっていくと、あそっくりだな、これちょっと研究室帰ったらやってみたいなと思いました。でこれが、その思いがけずですね、私がいわゆる有機合成の分野から高分子合成に研究領域を広げるきっかけとなったわけです。ここにイメージ図を書いてますけれども、さっきの緑のユニットだったオレフィンと一酸化炭素を触媒を使ってヒドロフルミル化をやっていた時には触媒が100万回もし仕事をすると100万分子のオレフィンが100万分子の一酸化炭素と反応して100万個の分子を作るわけです。でこれに対して高分子というのは、もし100万回働き続けたら100万個がつながっていくという反応になります。でこれが、100万個の小さな分子を作るか、それとも100万個の分子をつなげるかというのが、低分子合成と高分子合成の違いです。私たちがやってるのはただこの触媒開発、反応開発なんですが、出口が小さい分子から大きい分子までいろんなところに貢献できるんだなと思いました。でこの小さい分子は例えば医薬品の合成中間剤だと、製品はミリグラムのスケールで製品として売られます。でこちらの高分子の場合には、汎用材料だとキロもしくはトンのオーダーで売られてます。業界も違います。でもやっているのはベーシックサイエンス、基礎科学、ファンダメンタルサイエンスである化学、これがこれだけいろんな分野に貢献できるというのは本当に楽しかった、考えるだけでワクワクします。低分子と高分子のイメージなんですけど、キウイですね。キウイが酸っぱい時にリンゴと一緒に置いておくと甘くなるっていう話あるんですけど、これリンゴから出てるエチレンというやつが成長ホルモンなんですね。でちなみにそのここに一緒にポリ袋に入れてますが、このポリ袋はこれポリエチレンでできてます。で別にポリエチレン、リンゴから出てきたエチレンで作ってるわけではなくて、石油もしくは、今でしたら天然ガスから出てきたエチレンで作ってるんですが、エチレンガスですね、これを触媒でつないでポリエチレンにすることによって、ポリ袋が作られています。このギザギザがここの端っこにある炭素 CH2CH2 が端っこの角なんですが、枝分かれがあるものは柔らかいし、ないものは硬い材料、伸びるポリ袋、それから、東京都のしっかりしたゴミ袋、それからシャンプーの容器、こういったのはこの硬いやつです。で私たちの研究の対象は、ここに少しだけこう官能器、これカルボキシ基が入ってますけれども、何か異素材との親和性を持つグループを入れるということを、研究しました。このつなぐ段階で異素材との親和性を持っているグループを持っているちっちゃい分子を合わせてつなぐことによって、こういったグループが導入できる。で異素材とくっつくことができるので、例えば、ガラスファイバーだとか炭素繊維だとか、そういったものとくっつくことによってより、
より強い材料にすることができる。で、軽くて強い材料を作ることによって省エネルギー、省資源にも貢献できるというのが向こうの研究の、社会的な出口です。行ったのはそのための触媒開発であり、これはパラジウムで、こういった構造の触媒開発を行いました。でエチレンに対してこの海農機を導入するのは、私たちよりも前にすでに研究例があったんですが、私たちが世界で初めてやったのは、このエチレンに少しだけ置換機がついている、メチル機がついているプロピレンに関して、海農機とそれから海農機含有のモノマーとの共重合を世界で初めて成功しました。でこの、ポリエチレンをつなぐ話の研究を、始める頃に、私京都大学から東京大学に移動しまして、で夫がまだ京都で仕事をしていたものですから、ちょうどこのくらいの年の子供2人を連れて、夫を単身置き去りにして東京に来ました。で、私が外国出張に行くときは夫が東京の仕事を入れるっていう形 で私が外国出張に行ってる時に夫が、東京に来て、工学系研究科で集中講義をやって、でその後夫が集中講義の後の懇親会に行く時に、こうチビを連れて行ってですね、で、西郷先生と相田先生がうちの息子ごときのためにこう一生懸命折り紙を折って機嫌を取ってくださっているというのがこの絵です。でまた夫の都合が合わない時には私が彼らを連れていくしかなかったんですね。でアメリカから公園に来いって言われた時に、いやちょっと子供いるから無理だわって言ったところ、向こうの先生が Bring them over、 連れてこいっておっしゃって、で、バークレーに行ったんですけれども、ポスドクの奥さんかなんかでお家にいる方に子どもたちは面倒を見ていただいて、でなんとか講演をしてきたりとかいろんなことありました。結局3年後に夫がこちらで仕事を見つけて、その後は家族で同居するようになったんですけれども、こう本当に皆さんに助けられてなんとかやってきました。皆さん本当にありがとうございました。であとはですね、3つ目のトピックとして、再生可能資源というのの利用を、したいなっていうのが最近の研究テーマになってます。化学産業というのはもともと化石資源ですね、石炭、それから第二次世界大戦以降は石油、さらに天然ガス、こういったものを利用して、でこれらから有用な化学物質を合成するという方向で、化学産業が進んできました。でこのあたりですね、石炭というのは炭素の単体ですし、石油天然ガスは炭化水素です。なのでそれから何かを作るというのは主として酸化反応、酸素を導入する反応ですし、それから天然ガスとかそれから石油をクラッキングして作った小さなユニット C2、C3、C4、C5 と呼ばれますけれども、これらの炭素数を持つ小さなユニットを組み合わせて有用物質を作るというのが合成化学です。で、これに対して再生可能利用、再生可能資源の利用というのは、例えば二酸化炭素、例えばバイオマス、例えば廃プラスチック、こういったものを原料にしたらどうやって有用化成品ができるだろうという方向があってもいいと思います。でこれらは例えば二酸化炭素っていうのは炭素の最終酸化生成物ですので、これから何か作ろうと思ったら必ず還元が必要です。また、バイオマスとかハイプラスチック、こういったものは複雑に、原子が鎖でつながってますので、それを分解する方法が必要になるでしょう。ここで申し上げたいのは、決してその今すぐ石油がなくなるからバイオマスを使わなきゃいけないよっていう話ではありません。私が学生の頃、ほんの5年前、もうちょっと前、ここで誰も笑ってくれないと聞いてないなってことになるんですけど、ほんの30年前ぐらいに、石油もうあと25年でなくなるからって言われてました。でも全然車走ってますよね。なので別に私今石油がなくなりますというふうに申し上げたいわけじゃないんですが、視点を変えると
別にずっとこれからものを作らなきゃいけないかというとそうではないし、違うものから作ろうと考えるとこれ必ずそこに異なる視点から見るとそこに新しいサイエンスがあるはずだというのが私の言いたいことです。二酸化炭素から何か作ろうよということを考えると、あ、こういうサイエンスが足りないよね、プラスチック集めてきて有効利用しようよ、あ、こういうところでサイエンスないよね、欠けてるよね、こういったところを、にチャレンジしていきたいと思っています。例えば、二酸化炭素を原料とする新しいプラスチックだとか、それから種々の還元触媒等の開発に現在取り組んでいます。ここまでお話ししてきましたのが研究業績1番2番3番です。で、ここまでのお話の中で科学がいかに新しい物質を作ることによって社会に貢献していけるのかということについてお話ししてきたつもりです。この後の時間を使って、実験科学の魅力、実験によって検証できるサイエンスの魅力、それから研究者生活の魅力といったことについて、私自身の経験をお話ししたいと思います。細かいことはいいんですが、学部4年生で、卒業論文研究を始めて、その時のテーマがこのアセチレン結合に、シリルボランを付加させてアルケニルシランを作るという話でした。で、職場いろいろ変えて、で反応条件変えて反応を見てたんですけれども、反応は白層クロマトグラフィーで追いかけていました。ペーパークロマトグラフィーを子どもの夏休みの宿題でやられた方たくさんいらっしゃると思うんですが、露紙に黒いインクをつけて、で、それで水をこう上げてやると黒いインクの構成ユニットが水によって上がりやすいやつと上がりにくいやつによってバラバラに分かれてきます。で、それのと同じ原理です。で、こっちの左から1つ目と2つ目に原料であるこのアセチレンのスポットをポチッポチッと打ちまして、で絶対にこれは反応が進行して、これができてるだろうなっていう反応系のスポットをこことここに打ちます。で、露紙に水を吸わせるがごとく溶媒を、移動させまして、でその後これをそのままだと色見えないので発色剤につけてホットプレートの上に乗せます。そうすると原料の茶色い色、原料だけ打ってるところは原料の茶色い色だけが見えます。で、反応系の方はこれだけ、この青いスポットだけが欲しいんですけど、だいたいですね、毎日毎日このどうやっても茶色いやつが消えないと、ああまた今日も原料残ってる、欲しいものはうっすらとしか見えないっていう日を過ごしていました。半年ぐらい。でもこのアセチレンの部分をここノルマルアルキル基のところにアルコールをちょっとだけ入ってるものを使うとなんか収率いいんですね。あれ、この水酸基 OH が何かしてんじゃないって思って、で反応系中に別途メタノールを少しだけ入れました。気づきですね、仮説を立てる、やってみる、これやってみるのが1日ですぐできて、やってみた結果、ここ一番いいところだな、これリアルタイムなんですけど、このくらいの速度でこう焼き上がってきまして、こう見た瞬間に、あ、ここにないんです、ここに原料がなくなってる、完全に生成物になってる、この生産機があるから反応がうまくいったんだろうと思って外から点火したら完全に反応が進行した、こう嬉しくてですね、大したことじゃないのかもしれないけど、私にとっては自分の仮説が合ってますって、こう自然、マザーネイチャーがそれまで毎日毎日、はい、不正解、はい不正解、今日も不正解、今日も不正解って言い続けていたマザーネイチャーがこの日に正解ですって言ってくれたんですね。もう嬉しくて嬉しくて、
でもうこれもうちょっとやりたいわってその時思って、21の秋ですね、そのままなんかもうちょっともうちょっとと思って今ここに私がいるわけです。でやっぱりそのごめんなさい、実験して確かめられる、でそこに真実がある、これは何にも増して自信を持って研究をできる、まさにこれ研究者でなければ味わえない楽しみだなと思っています。実験科学者です。でもう一つ、博士2年の時に1年から2年にかけて1年間留学させてもらう機会がありました。アメリカのこれ UC バークレーなんですけれども、その時に出会った人たちに非常に影響を受けました。どうしても日本にいると女の子がそんなことしてとか女の子なんだからみたいな自然にこうプレッシャー感じてたんだと思うんですけど、ちょっと違う環境に行くことによってこれはいいんだなとか、ここは絶対に世界中共通で守らなきゃいけないんだなとか、違う視点から見ることができたのが良かったです。でまたそこで友達ができて、その頃その直後に知り合った人にこの間バークレーに呼んでいただいて、で賞をもらったんですけれども、その賞をもらった後に野球見に連れてってもらって非常に楽しかったのを覚えてます。で、これスペインの友達なんですけど、彼女とももう25年とか友達ですし、でそれから、これは彼ですね、彼とはもう家族ぐるみの友達で、うちの息子を、夏休みの間預かってもらったり、また彼のところに息子がうちに来たりとか、博士の時には世界中に知り合いができただけで嬉しかったんですけど、何十年も経つとその人たちがお互いに頑張ってる様子がパブリケーションの形で論文の形で垣間見えて、あ、彼が彼女がこんな頑張ってるなら自分も頑張ろうって思いますし、それが一緒に時間を経て子供が大きくなったとか子供が反抗期だとかいうことを言いながらですね、一緒に育ってこられたのは本当に楽しかったなと思ってます。支えとなったのは先輩たちの言葉であったなと思います。結論は何とかなるようです。サルハス賞という賞があって、日本で自然科学で活躍している女性を毎年一人ずつ表彰している賞で、サルハス勝子先生が始められた賞です。でそれの先輩の受賞者の先輩のお一人の方がこんな本あるよって言ってくださったんですけれども、これは受賞者の方々が、自分の研究成果とそれから、どんなふうに、これまで歩んでこられたかということを書かれてました。基本的には最初に染谷先生おっしゃった男女の差はないよっていうことなんですけれども、中には私ね独身の時に研究してたらね、そしたらあなたね今まだ独身だからできるけど結婚したら続けられないよって言われて、結婚したら子供いないからやってられるだろうけどねって言われて、で子供一人生まれたら一人のうちは大丈夫かもしれないけどって言われて、二人生まれたらついに黙ったわあははっとおっしゃってたんですね。でこれはあそうなのかと、そんな時々にいろいろ言う人はいるけどついにはこの人たちも黙るんだっていうのがなんとなく分かってすごい励みになりましたし、また仕事の関係でピックされた研究者の方とかもお話しされてて、それも全然問題ないよ大丈夫だよっていうことをこの本から学びました。で、本日ですね国際女性デーということで、博士進学を迷ってる方とか、これ男女問わずですけれども、いや自分はやりたいと思うんだけど、例えば親がそんな女の子が博士なんか行ってどうするのとか、男性でもですね、そんないつまでも学生なんかやってないで、ちゃんと
世の中に出て真っ当な人生歩みなさいよとかいろいろなことをおっしゃる方いると思うんですね。でそれは決してそのなんか悪意があって言ってるわけじゃないところがまた、話を複雑にしていて、本当にその人のためを思って女の子がねそんな博士なんか行って、今期逃してどうするのみたいな雑音もあると思うんです。でも今自分が何をやりたいかに一番忠実に、正直に行くことが結局自分にとって一番後悔しない生き方なんじゃないかなと思って、で選べばどんな人生でも選べば結局なんとかなるんです。皆さんなんとかなってるから、もし今迷ってられる方がいらっしゃったらこの私が先輩たちからもらったなんとかなるよという言葉をぜひ送りたいと思います。はい、以上あの雑白なお話をしてきましたが、研究をどのように進めてきたか、またその中で皆さんにどういうことをお伝えしたかったかということについて、講演してまいりました。で、申し上げたようにこれ私がいただいた賞ですが、いただく6月に授賞式あるんですけれども、別に私一人のたまたま私の名前が代表で上がってますが、皆様のたまたま代表で受賞するんだと思ってます。学生時代に、実験科学の面白さを教えてくれた、先生方、また思い切って私を採用してくれた高谷先生、それから先ほど申し上げたように、猿発症だけでなくて、いろんなところですね、いろんな先輩方から励ましの言葉をいただきました。そして何よりもお礼申し上げたいのが共同研究者の皆さん、学生さんをはじめ常に毎日毎日一緒に悩み一緒に楽しみ、ここまで一緒に暮らしてきた共同研究者の皆さん、それから息子のために折り紙まで折ってくれていた同僚の先生方ですね。私本当に幸せだなと思うのは、こうなりたいと思う素晴らしい研究者の皆さんに、囲まれて過ごしていられること、目標がすぐ同じ建物にいたり、また、自分よりも年下であっても自分よりも優れている、絶対この人には負けたくないと思えるような人が周りにいる環境というのは本当に素晴らしいことだなと思っています。であとバカな話に付き合ってくれた、日本中の友人の皆さん、もし聞いておられましたらコロナ終わったら飲みましょう、いっぱいお話ししたいことあります。それから支えてくれた家族ですね、夫はもう本当に非常に協力的で家事をやりますし、家事育児をしてくれてますし、また子どももいろいろ寂しい思いをさせたとは思うんですが、この春ついに下の息子も大学を卒業します。もう全く私は子育てに忙しいという言い訳は聞かない年になってます。これらの方々の支えがあって、ここまで、またこれからも頑張っていきたいと思っています。はい、以上でございます。どうもご清聴ありがとうございました。